司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をしています。生前贈与と相続の違いについてご説明します。まず行われる時期、いつ行われるかというと、生前贈与はその贈与契約をした時でも、相続は、まあ、亡くなった人、被相続人の死亡の後に行われるということになります。またその対象となる人は、贈与者、あげる人と受贈者、もらう人。相続の時は被相続人といって亡くなった人と相続人っていう、まあもらう人で、まあ課税される税金も、贈与の時は贈与税、相続の時は相続税で、課税される人も、贈与の時は贈与を受けた人、相続の時は相続人とか、あとは第三者でもらっている受益者っていうんですけど、もらった人に相続税がかかります。なのでその手続き的にもこう違いがありますので、ご注意ください。詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。